冥界。そこは光なき嘆きの世界だが、今この暗黒の世界に一条の光明が差し込もうとしていた。カノンが託したジェミニのクロスが飛来し、ついに全てのゴールドクロスが嘆きの壁の前に集結した。そしてかつて戦いの中で散っていったゴールドセイントまでもがアテナを救い、地上を救うためによみがえったのだった。あ、アイオレスが矢をつがえた。聖夜神、お前たちはここから去れ。ここにいるゴールドセイント全員のコスモをあのアイオロスの矢に込めて放つ。それは太陽の力を作り出し、必ずや嘆きの壁を破壊するだろう。しかしその時には破壊の余波でわしたちの姿もここにはあるまい。でもロンシー、お前たちにはアテナのクロスをお渡しする使命がある。神以外は行けぬはずのエリシオンに行けるのは神の血を受けたクロスを身につけたお前たちのみ。そして神話の時代から気の遠くなるほど繰り返されてきたハーデスとの戦いに今こそ終止符を打つのだ。さあ、分かったら早くこの場を去れ。わかりました。俺たちは必ずエリシオンに行きます。さらば熱き血潮の戦士たち、さらば黄金のセイントたちよ。待て、貴様は冥界三巨頭のミーノス。お前たち嘆きの壁をどうするつもりだ。そこをどけ。誰がどくか。ここから先は一歩も通さない。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。バカめ、ブロンズセイントなど相手になるか。はいと諦めない。まさか嘆きの壁を壊そうというのか。どこまでも愚かな奴らが君を始末する奴らが絶望する姿を見物させてもらうとしよう。ゴールドセイントたちの最後の戦い、絶対に邪魔はさせない。諦めなさい。私にかかれば君など操り人形だ。諦めなさい。上手に踊ってみせろ。バカめ、たかがブロンズに冥界三巨頭であるこの私が止められるか。通じないって言うのか。ここまでたどり着いたことだけは褒めてやる。だがブロンズなど私に比べれば増大だと言うか。戦いはどれだけコスモを燃やせるかで決まるんだ。お前はいくら偉かったとしても関係ない。エクソミーロス、絶対にここまで通さない。ペガサス優勢か。ウィナス、ウィナー、ずっと冥界にこもってろ。しくじったぜ。行くぞ。地上の愛と正義のために、命と魂の全てを注ぎ込んで、今こそ燃えろ黄金のコスモよ。この暗黒の世界に一条の光明を。このゴーンは伏せろ。嘆きの壁が大きく口を開けている。これは
超次元セイヤ、シュン、ゴールドセイントたちは行ったのか。ああ、行った。俺たち愛と正義と全てのものを託してな。ゴールドセイントたちが命を懸けてあげてくれたこの突破口、決して無駄にはできない。行くぞ。セイヤ、あの光を見て。あの光の方角がエリシオンなのか。あそこにハーデスの魂を追っていったサオリさんがいる。そしてこのアテナのクロスを待っている。一か八か飛ぼう。行かせぬ。貴様らウジ虫などエリシオンへ行かせてたまるか。ミーノス、スリュー、ヒョウガ、ミーノスに構わずお前も飛べ。ダメだ。二人とも飛んだら間違いなく狙い撃ちにされる。みんなが安全圏に行くまで俺たちのどちらかが体を張って食い止めるほかあるまい。体を張って食い止めるだと？これ以上邪魔するとあれば先に片付けるまでよ。死はもとより覚悟の上。行かせぬ。貴様のようなウジ虫を行かせてたまるか。ファイト。届き者どもめ、諦めなさい。ハーデス様の邪魔を受けよう。グリフのミーノスの怒りを受けよう。ミーノス、登山勝利だ。震えているのはこちらも同じだ。お前たちその程度ですか。どれだけの血が流れたと思っている。曲がることを知らぬ一直線の剣、それを操り無理やり曲げるのは教室だ。諦めなさい。コズミックマリオネート、諦めなさい。諦めなさい。一刻も早く全員を排除せねばならんからな。ドラゴン、君の舞台は一瞬で巡り着く。奴らを操りいたに気をつけて。どうぞ。ここは交差。君はこの場で死ぬつもりだ。スキリューの命に変えて。ここは交差。セイヤたちが迎えようだ。アラーク、こちらもそろそろ決着をつける。スキリューの敵に見えたのだ。行くぞ。燃え尽きようとも。どれ、エリシオンなどに行かせてたまるか。よいしょ。ゲーム、ウィナー。この最強の剣と盾の前に敵はない。ロシ、申し訳ありません。言ったはずだ。貴様らにエリシオンへなど行かせんと。何？なぜ私のサープリスだけが！なんと、ミーノスが跡形もなく消し飛んだ。やはりこの空間は神以外のものを拒むのか。俺たちもアテナの血を受けた。このクロスがなければ危ういところだった。さあ、ヒョウガ、先に行ったセイヤとシュンを追おう。ああ、そうだな。いざエリシオンへ。